ね、ナマズ取り楽しみ。本当は雨がドーッと降った時の次の日に行くのが一番いい。え、次の日やん。ザーッと降ったよ。いや、でも結構降ったよ。うん。ザーッとバーッ。じゃあ、期待だやな。嬉しすぎて、撮影したい気分でしょ。うわー。じゃあ、みんな出発進行。進行。どうぞ。着いたぞ。よし、ほらほらほら。ほんとや。でも確保しても今捕まえる場所ない。ここら辺からもおるらしいよ。作戦どうする？みんな俺に立って、あっち行く。そこやってみ。うん、バッ。あ、田んぼの外からオルカを見るのね。オスケめっちゃ先行ってるやん。え、ヤモリ？え、ほんとや、ヤモリおる。オスケ頑張れ。もう一体おるわ。え、グラフでもう一体おる。捕まえた、捕まえた、捕まえた、上上上。ヤモリゲット。もう、もう一体おるらしいっすよ。ヤモリ、おお、腹どこある。あ、あ、はいはいはい。腹触っちゃったよ。いや大丈夫。でも手洗いや。手は2匹捕まえた。うん。え、2匹おるよ。もう1匹ある。え、2匹おるよ。まだおるよ。ええー。これ買おう買おう、みんなで買おう。うん、買おう買おう。捕まえてくる。これはテンション上がるっすね。どこやどこや。お、早い早い、泳いどる泳いどる。捕まえた。は？逃げた？捕まえた。あ、奥に、奥におる。あ、よ、あ、お、キッペあそこにもおる。角っこ。そこの角じゃなくてね、コンクリートの終わりのところにおった。違う違う違う、そっちじゃなくて逆逆。やべ、必死になりすぎてカメラのアングル全然確認してなかった。待って、テンション。捕まえてる、これ捕まえとる。あ、2匹入ってるよ、オスケ。オスケ1体取った。え、マジでそんなにいっぱい。いや、これ買いたいね。みんなで買おう。うん、買うの。水槽ある。うん、水槽は買ってこようかな。買おう買おう。ねえねえ、買うのはいいけどさ、こんな5匹も買いすぎやで。どうせならオスとメス1匹ずつとかにしよう。4匹は買いたい。4匹。あ、熱いよ熱いよ、ヤモンちゃん。ちょっと水入れてあげようかな。うん、水。オッケー、入った。うわ、めっちゃ取れた。えぇ、オッケー。まさかの。これ、買いたいじゃん、家に。俺も買いたい。よし、5匹に折って。折ったね。折ったね、ちょっと。5匹に折ったんや。見せてもらっていいですか。最初俺が見つけたね。ね、俺が見つけたね。見たらさ、うん。いや、あれ、え、あれヤモリじゃねえと思った。あれヤモリじゃねえってなった。危ない、止まれって書いてあるけどな。壊れないよそれ。俺も掴んどこ。ほら、ほんとだ。お腹見せます。うわぁ、大丈夫か。どういう毒？知らん。でも確かでも食べない危険ないって言ってた。ねえねえ、ヒル、あれヒルじゃない、なんか泳いどんの。土壌ヒル、ヒルおる。ヒル逃がそう。それで、この、この、ほら、長細いやつ。わぁ、ヒルヒル。どいてください。あの、もう一個のスポット行ってくる。ガリガリがおる。うん。あー、入っちゃダメ。じゃあもう家でやる、ヒルは。キッペ。いや、もしかしたら血吸っちゃうかもしれへん。優しいな、血。どうしよう。ん？どうしよう。なんか棒とか使ってみる？棒を探して。いや、もうだね。弱い、弱い棒。ついについに折ったね。テンション上がるな、これ。これさ、あと、うん、もあそあっちで魚取るから、それも買おう。うん、あ、魚食べよ。もう、あ、そうや。どこ行った？大丈夫、大丈夫。これの、あ、この木の棒ならいける。なんか、箸みたいにつまむ、2本で。いや、俺ぶっ刺しても、おめんだ。刺せる、あれ。
どこで買うかな。どこで買う？隅の上か。今日はこのままホームセンター行かなかな。え、それそう買ってくれるの？だから買ったんちで俺買うわ、みんなで。ミミズ取る。ミミズを食べるか検証です。じゃあ入れといてみようか。はい。濁って見えないけど。そうやね、田舎っていいね、いろいろ。うん。ヤモちゃんが住みやすい環境になるように石とか配置するのめっちゃ好きやから。俺もなんか家作るの好きだよ。なんかさ、おしゃれになったらさ、いいよね。ヤモちゃん、来ていい？明日。いいよ。じゃあイモリのお父さんとお母さんになったつもりで、みんな。じゃあ俺お母さんやるわ。私はお母さん。じゃあこれからよろしく。わしゃパピー。わしゃパピー。わしゃマミ。マミパピでーす。イエーイ。コント始まった。中心にね、はいはい、いますね、1匹。そしてその奥にもう1匹いて、1匹いて、動いてる動いてる。かわいい、待って、めっちゃかわいい。待って、かわいい。増やしたいよ。いや、卵産んで増えるから。うん、あ、そっか、楽しみや。楽しみやね。今日からヤモリのパパとママにマミーになるので、頑張って教えてる人はチャンネル登録お願いします。お願いします。それね、この2人の応援してくれる人、よかったら高評価とチャンネル登録してもらえると嬉しいです。もうすぐ100万人。あー、間違えた。もうすぐ100人。じゃあ、しりとりしよう。じゃあ何しりとり？ようか。トイレに行きたい人。トンカチを使うのが上手い人。鳥を飼っている人。はい、もうおしまいでしょ。みんなの驚く姿が楽しみやね、きっぺ。おじいちゃんもびっくりするんじゃない？あ、ちゃるんちゃるん。バケツ外、その日陰に入れよう。ポポただいま。パパただいま。ああ、大丈夫、引っかかるよ、ポポ。オッケーオッケー、よし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 、行くよ。うん、行く。これ絶滅危惧種なの？そうよ。え、知らんかった。今からほら、これね、あの腹が赤いね。赤いや。みんなバケツに用水の水を入れてきてくれ。ねえ母ちゃん、管理しとって。わかった。みんなでな。ちょっと嫌で。あ、用水から持ってきて。あ、ちょっとなんかこんな大変だってなる。手洗いよっかなと。結構しっかり手洗う。赤ちゃん。かわいい。かわいい。マジかわいすぎ。なんかそれぞれ特徴見つけて名前をつけたいね。え、5匹？それぞれ。わからん。赤いやつ、黒いやつ分かれとんで、それじゃね、なんか、ほら赤いやつ、ちょっとなんか赤いやつあるやん。赤いやつ2台。トカゲとかやったら、尻尾の付け根のところの太さでオスメスが分かったりとか。でも、後ろで、ね、トカゲと一緒なんじゃない？イモリの性別の見分け方は尻尾の太さでした。次週のワンハム家族は、イモリのマミーとパピーになった2人が子供たちのためにいろいろ頑張るよ。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また来週も楽しみにしててね。このチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりした日常をアップしています。動物が好きな人やちょっとほっこり一息つきたい方に楽しんでいただければ幸いです。もし動画を見て面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです。また感想や我が家のことで知りたいことなどありましたら、お気軽にメッセージいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。